もう一回殺せ。もう一回殺せ、魚。これいいぞ。もう一回殺せ、もう一回殺せ。もう一回殺せ。変更なしと言ってなかったな。黒、黄色、黒、黄色、はい、あ、サントスです。エレクトリカの左左奥、まあ、ベントの上くらいでゲンさんが亡くなっているのを発見しました。エレクトリカル、はいはいはい。とりあえずアベレージ視点でテラゾー先端は無理ですね。ウェポン側に、まあ、無理な人出していくより自分が怪しいって自覚がある人からあのアリバイ行ってってほしいな。はい。どこにいたかとかってあんまり言わずに怪しい人から。いないんだったら後から出てきた人をサイクロで見ますよ。孤立した人は特にいない。じゃあ一人一人行きましょうか。テラゾーセンターアベレージ上側取ってきましたね。ウェポンからリアクターに上がっていったと思います。魚処刑左行ってセキュリティにずっといました。でリアクターや最初に着いたのが夏目先生がいて、で俺がその後行って直してるって感じです。もうそこ直ってたね。自分が最初だっけ。直してなんか夏目先生最初だね。俺はあ、そうか。うん、でもその後リポートになったんだ。ごめんなさい。最後その十字路で魚さんと合流してるはず。砂溜めは3人で直したってことですか。直った後、私は十字路に着いた、十字路の中央に着いたぐらいですね。最初 下からですか。夏目先生はどこにいるときにリアクターになりました。カフェテリアにいました。なるほど。はい、カフェテリアにいるときになりました。下からん。いや俺も初手左でやった。魚さんはどこからリアクター。リアクターだからセキュリティに最初ずっと行って、でセキュリティからリアクターに行ってる。なるほど。自分は鳴る前までずっとカフェテリアにいました。で、鳴った時にリアクターに向かって、リアクター自分が一番最初に着いたってことかな。魚さんセキュリティにいたのに2番目なの。ベントの疑いがあるんじゃない。ああ、もちろん疑われると思うよ。でもそれはないので僕の目線は間に合わなくねっていうか、キルクールタイム的に。あ、いや、藤宮さんは僕は言うしかないでしょ。うわ、テラゾーさんも死んでる。え、なんで？え？テラゾーさんは初手どっちだ？テラゾーさん、カフェテリア多分いたと思います。ずっとカフェテリア。今のさ、証言、さっきの証言深めたくて1日目の、はい、テラゾーさん殺されたのってテラゾーさんの論が合ってるからだと思うんですよ、単純に。お、いいですね、それ。個人的にはね、うん、殺した人あんま当てになんないと思うんだよね。なんか選べ結構納得いくことをおっしゃってて、うん、寺蔵さんが。確かに自分が鳴る前までカフェテリアに行ってて、初手左に行ってる魚さんがタスクをやってたとしてもリアクターに一番最初についてると思うんですよね。で自分は魚さんが一番最初にいたと思ってて、押してたんで、魚さんが自供してるのと、なんか
魚さんが後から来たんだったら単純におかしいと思ってるんで、自分は魚さんを前してた、ね、であればさ、であればさ、うん、俺はさ、どのタイミングで殺してどのタイミングでセキュリティの弁当使って移動してるって思ってんの？てかあれだね、カメラ見てたんだったら、うん、今の話しましょう。今は寺戸さんの方が絞れそうな気がするから、今日寺戸さんの話した方がいいような気がするんですけど、うん、でいいと思うよ俺は、うん、で、コミュニケーションに2人直してました。その2人誰ですか？アベレージ、サントスアベレージ。はい、じゃあ2人除外します。砂亀と一緒にストレージ左上の配電盤直したのは誰ですか？あれ誰だっけ？砂亀さんが直してるのは見かけました。ただ僕そこ通っただけで直してます。であれば藤宮、砂亀、白なので、僕もその後コミュニケーション行ったんで僕も無理かなと。はい、で、夏目さんはどこですか、ね、コミュニケーション行ってたと思う。ちょっと寺蔵さんのこと考えすぎて、カフェにいたんなら坂田さんがやってるそのまんまっていう。さあ、じゃあまあちょっとこの話詰めましょうか。いいと思います。はい。殺す先って選べなくね？思っちゃうけどな。もう一回コミを押そうか。思いつきるしてくれ。おーおい、砂ザメいいですか？砂ザメさん、アベレージさん、自分、魚さんは今回の殺害は不可能です。無理です。で、俺でその3人以外から言ってほしい。オラフさん目線僕は無理だと思う。大津の方行ってたから、大津行ってコミュニケーション僕解除しました。私アリバイない、黒く見えるんで言いますけどアリバイないです。エレクトリカルにあるのが覚えたんで、エレクトリカルに行って誰とも会ってないんで、はい、待って、オラフさんはコミュニケーション解除してないはず。寺澤さんの時の話でしょ、はい、いや今じゃあ今回です。あ、今回か。はい、あ、じゃあ、はい、まあ、どっちみちあれか。多分オラフさんと僕が無理なのことは多分お互い分かってる。なんで無理ですか？うん、まず寺澤さんの件に関して言うと、あ、どっちがいい？直前？藤宮さんの方がいい。直前だったら、僕ナビゲーション入ってるの見てるはずだから、オラフさんが。で、そのまま直進してるから、オラフさんがコミュニケーション行って。藤宮さんは、どこいたの？だってそれって藤宮さんがいる位置が分かってないと、自分の白証明ってできないじゃないですか。あ、確かに。だから意味のない白証明してるって思うんですよ。あ、ごめん。カフェ周りで死んでるって勝手に思い込んでたんだけど。いや、カフェ周りは4人いたんだよ。4人が全員ね、じゃあ待って、じゃあサントスさんとオラフさん、僕とオラフさんが右手、サントスさんは右上に行ってたかな、確か。今はで、これオラフさん釣りでいいと思います。あのサントスさん、なんだっけ、あの寺蔵さん死んだ時に一緒に直してたんですよね。その時はそうですね、はい、うん、で、その時はオラフさん浮いてたと思うんで、僕、オラフさん。あ、大丈夫です。いや、僕、あ、大丈夫。いや、待って、違う。いや、僕、それ言いたいです。どういうこと？ちゃんと言えるんで。盛り上がってまいりました。本当に。じゃあ、私、今回怪しかったんで、私をします。私のことをします。あ、はい。お願いします。了解です。もう一回殺せ。もう一回殺せ、魚。これもう一回殺せ、もう一回殺せ、もう一回殺せ。殺しまくってるな。うまい。サボタージュうめえ。いいぞいいぞ。
ちょっと待って。え、これさ、他の人いたよね。はい、はい、スナザメ、魚さんが殺してるの見ました。あ、見たのね。はい、カフェテリアの他の扉です。魚さん入れるか、とりあえず。カフェテリア、ちょっと待って。いや、カフェテリア閉まってて、で、はい、開いてカフェテリアの左下に僕、死体発見しました。で、状況的に魚さん、カフェテリアのやつ殺せるの他にいないんで、もう消去法です、そこは。なんで砂田部さんとアベリさんそんな悪い。もう見間違いだったらごめんなさい、ほんとドキドキします。いや、見間違い、砂田部さん見間違い。待ってください、夏目さんの、死体のことを考えましょう、まず。はい、夏目さん、ストレージまで直前で一緒にいたんですよね。で、その後、はい。やべえ、私ごめんなさい、アベリさんに間違えて投票しちゃった。ごめんなさい。ちょっと待って。みんな魚さんに投票してください。ごめんなさい、私。誰も釣ってないから、これ、負けたんじゃね、はい、俺じゃないよ。あぶねえ、ごめんなさい。私がアベレージさんに間違えて入れちゃいました。津田食べさん、わかんないよ、やだ。いやー、ニッキルも捨てたのか。いや、ちょっと想定外だったな、ニッキルは。マジか。あ、でもタスクがめっちゃ残ってるから、で、津田食べさん押せないってことでしょ。4人だから。お疲れ様です。いや、もうバカやったな。いや、まあまあいい、まあいい。で、はい、もう4人だから、で、タスク全然終わってないから、これ、はい、いや、釣ります。やばいんだよね。なんか、オラフさん、そうなんじゃないのかなと思っちゃうんだけど。はい、疲れてるんですけど。あ、ごめんなさい。オラフさん、もう大丈夫です。僕の勘違いってことで、はい、自己完結しました。はい、あ、なんか初手めっちゃなんか疑われてて、かもう寺蔵さんの件ですよ。一応言ったけど確定ね、魚さんで、はい、もう4人だから、はい、あ、はい、分かってます、それは。でさ、僕1個さ、そのオラフさんも多分分かると思うんだけど、はい、これ全部魚さんがやってたら絞れないんじゃないかって思うんだけど、あ、確かに。どう思います？初キルでしょ、で寺蔵さんキル、藤宮さんキルでしょ、うんうん、で、最後は2キルでしょ、で、僕だけ右に行ったのを多分3人とも知ってるはず、組が終わった後に、うん、だから僕無理でしょ、はい、夏目さんのキルも、うん、ってなったらさ、全部魚さんじゃね、これ。とりあえず今回入れるのって、今回ってオラフさんかセンターさんです。魚さん釣ったから砂ザメアベレージは白いですと、はい、なのでアベレージ合わせましょう。しようかな。待って、あ、そうか、砂田さん、あ、そうか、そうか、投票ミスはしたけどってことね。はい、投票ミスしたんで。僕入れますよ。でも、阿部さん、待って。あ、待ってください。夏目さん殺したの砂染さんでいいと思います、それ言ったら。夏目さん、ストレージのマンションに行って、で、砂染さんから後ろから来て、で、アベリスと砂染さんが、魚さん目撃してるってことは、後ろで、夏目先生死んでる。だから、なんで砂染さん釣ります。あれ、私、魚さんを釣った張本人ですか、ね。まあ昨日さ、でもさ、二浪いた状態じゃん、はい、一人しか釣ってない状態で、うんうん、でさ、三対二だったじゃん。アベレージャーの魚さんです。私どっちに入れよう。どうしたいですか。先端さん、ごめんなさい、先端さんに入れます、ごめんなさい。うわ、私の投票ミスか。いや、ごめんなさい。いや、これ終わるんじゃね。あ、ごめんなさい。マジごめんなさい。待って、これ間に合うか。うわ、なんで出し、え、あ、押せました。は、ど、え、ど、え、もうわかんない、もうで、もう殺してください、僕のこと。え、どういうこと。いや、待って、多分ね、だから、はい、多分僕のが合ってるんじゃない、多分。え、ちょっと、誰が黒なんですか、これ。え、僕白ですよ。でもね、多分ね、だってセンターさんとオラフさん白照明お互いなんかしてたじゃないですか。そう。センターさん黒なんですか。いや、だから なんていう、結局さ、なんていう、はい、なんの、あのさ、ちょっと待って、アベリさんにも言うけど、はい、お互いさ、白照明してるけど、多分ね、これ全部魚さんがやってんだよね。だから何の情報も意味ないから、ただの的当てゲームになっちゃってるのよ、これ。あ、じゃあ、夏目先生を殺したのは確実にセンターさんかオラフさんなんですよ。
え、そういう意味で言ったら、じゃあ僕右行ってるからじゃあ無理じゃない。だったらそれのローンで行くだったらオラさんになるけど。え、でも今せいで僕は魚さんが両方ともやってると思うけどね全部。え、でももうみんなボタン押してんのは僕が押すメリットなくないですか。あ、確かに。え、あ、確かに。アベレイさんも押してんだっけ。僕、あ、ちょっと覚えてないですよ、ごめんなさい。そうだよ、押したくないよ、ね、押よ。僕それやったら押すメリットなくないですか今は。え、確かに、そうだそうだ、指示通しです。いや、確かに、いや僕絶対押さない、センターさん。待って、じゃあその論が通るんだったら、はい、僕一個前に押さないよ、4人で勝てるから、それで言うんだったら。それは微妙だと思うけどね。いや、僕も押してたと思って、待ってくださいね。とりあえず僕は面白いですよね。アベレイさん押してないと思うけどね。わかんない、僕は押したからもう無理だったから、はい、え、いや待って、でもいや僕絶対押さない今このタイミングで、センターさん入れます。僕も、待って待って、じゃあちょっと待って、アベリーさんってことか、はい、じゃあ待って、アベリーさんが白くなったのは なんでだったんだっけ。魚さんを釣り殺したのってどういう理論だったっけ。夏目さんが死んでて後ろに先端、あ違う、夏目、え、これどうしよう。あ、ごめんなさい、間違ってたら。あ、怖い怖い怖い、誰が、なんでボタン押せたんだ。センターごめん、センターごめん、マジでごめん、俺がね、俺がね、なんでボタン押せたの、ね、扉を閉めちゃったよね、絶対やったよね、さかなさん。センターごめん、いやいや、ごめん、センターごめん、センターに任せておくべきだった。いやでもあれだった、僕がキルしてたらもう終わってたから、魚さんがめっちゃキルしてくれたから。いやごめん、あ、それあの本当、あの一つだけ聞きたいのが、え、夏目先生って どこで誰に殺されたんですか。魚さんに殺された。全部魚さんだよマジで。え、だって入り口で死んでた。あ、キルクルタイムか。僕キルもしてないから。あのさ、みんなもうみんなボタンを押す意識をもうちょっと持ってくれ、頼む。いやそうっすね、今回はひどすぎる。一人だけカフェテリアに残してみんながどっかに行くっていうことが多すぎるから、それだと殺されるから、マジやめて。それコミン時は時にね、殺されまくりましたね、うん、あのね、こういう時、議論伸ばしたいだけの時、ローラーしてなくてもいい時はコミュニケーションとかリアクターにまっすぐ行くよりもカフェテリアに4人ぐらい残るが最強なんだよね。絶対にボタンを押す時に殺されないから、2キル起きたらかなり絞れるし、うんうん、だからカフェテリアに一人だけ残してみんながどっかに行っちゃう、俺だけが一人残って、朝倉さんが周りに来た、もう終わりだなって思いながら俺が死にました。まあでもカフェテリアに、だからそれがあったからカフェテリアに4人残ったんだけどね。そしたらコミュニケーションが治んないっていうことが起こっちゃって。そうなんですよ。いやマジでね、先端のコミュニケーションサボタージュ神すぎる。あ、僕もう魚さんこれ釣られるからもう連打しまくってたからね、コミュニケーションずっと殺せ魚さん殺せ殺せって。いや俺もね、もう殺しまくりました。魚さんか。いやじゃあごめんなさい、そのザメさん間違えちゃった。あ、基本的にあの議論続けようっていう時ね、タスクやんない方がいいよ。あーなるほど、そうだけどなんかねコミュニケーション直んなかったんだよね。そうなんですよ本当それなんですよ。コミュニケーション直すのみんな修行してくれ。コミュニケーションすぐ直ってるから練習すれば。で、あの時にしびれを切らして4人カフェテリアに残ったうちの3人が先に行ったっていう、うん、そしたら今度コミュニケーション側の方で死んでるしで、ね、そう、あ、なるほど、ひどいよ死に方が今回は。コミュニケーションみんなコミュニケーション直すのは苦手だったから多分です。どっちかっていうとこう練習しなんか私もいやすいません、いやコミュニケーション多分2回とも僕が行って結構遅かったんで多分僕のせいですね、すいません。いやそれはコミュは私の一番のもうやらかしはアベレージさんに間違えて入れちゃったっていうことが、あ、そうそうなんですよ。 それもあってめっちゃ怖かったんですよ。高菜さんだって言ってオラーって押したらアベレージさんに入れちゃってたっていう。あれね、いやごめん、さっき投票しちゃってたからアベレージさんに投票してれば勝てたの。う、ね、もうなんかいろいろ両方ミスがめちゃめちゃあった。いやごめん、タイムマジでやっちゃった。やべ、これ俺ボタン押されることないと思って。すごいな、みんなやらかしが。私もコミュニケーション直すの遅かったですし。コミュニケーションはね、あのね、ランプがあの消える部分があるんで、そこで固定すれば直ります。そうですね。なんか、え、何キルしたんすかな。さ、5キルくらい。キルしすぎだろ。5キルやばいでしょ。でもね、コミュニケーションが本当に神気かかってた。で、最後のキルはもう夏目先生一択で狙ってたから、めっちゃ集まってたからやっべえと思って。いやー、面白かったわ。なんで自分だ。みんなてんやわんやで。え、夏目先生が多分一番釣れない位置だと思ったから、狙うんだったら夏目先生しかいないなと思ってて。いやだから短いの面白いね。だからカフェテリアでがっつり魚さん見れて、やっ、ラッキーと思って。
そう。え、てか、魚さんカフェテリアにいた時の殺害って。いや、あれはね、あの、藤宮さんが左に行ったから、藤宮さんついてって殺して。あ、なるほどね。だから、あれで、え、先端しかいなくねって逆に勘違いしちゃった。あ、そういうことか。僕なんで最後釣られたんだ、僕は。アベレイさんがボタンを押したからがでかいかなと。アベレイさんが白かったのってなんでだったんだ。魚さんを釣ったから。ファッションじゃない。魚さんを釣ったって。ファッションじゃないですか。ファッションだっけ。魚さんを釣ったってファッションだと思うよ、最終盤目。あ、そうなんだ。なんか一応その、まあ、魚さんが釣れましたって言って、あの時がその砂アベレイさんがレポートをしました。あれあれあの時アベリーさんレポートでしたっけ、魚さん切るの日って。そうですね、レポートをして、で多分その直前ぐらいに魚さんが夏目先生殺したって感じなんですかね。あ、殺してる殺してる。だってもう上に佐藤さんの死体転がってるから。で、でコミュニケーションに全員集まってるのを大体分かってたから、ストレージ閉めてからカフェテリアの扉閉めてキルクルダウン稼いで一人殺す。で、アベレージさんがそれをレポートして、うん、で、はい、レポートしました、誰だ、誰だって言ってる時に、砂ザメが、魚さん見ましたよ、うんうんうん、あ、魚さん殺した、確かに魚さんも位置的に可能だった、つまり、アベレージ視点、砂ザメさんの発言は結構白目ですね、魚さん釣ろうっていうのが前日の流れだったんで、で、魚さん実際釣って、まあ、4人残ってゲームが続行ってことは、魚さん一郎確定です、じゃあ、それを決断したアベレージ砂ザメは白目ですね。っていう理屈で持ってこうかなと思ったんですけど、私のご投票でもう台無しっていう。それ別にでもお魚さんほぼほぼ確定だったから、それが白要素になるってちょっと思ってなくてびっくりしちゃったな。あ、まあ単純にその白目になるっていう。あ、なるほど、うん、あとはなんかもう釣られると思ったからテラゾウうるせえしねって言って殺してで、なんとはまあコミュニケーションサボ、いや、まあまあまあ、あの先端のコミュニケーション逃げようと思ってくれた。先端のねコミュニケーションサボがマジ神がかってて、あれのおかげでマジ5キルできたから。で、あと先端がオラフさんと一緒にいたっていう証言で白くなったから、あ、じゃあ俺もう殺しまくってあと捨てられて先端白きで行ってもらおうと思ってたから。いや、でも最後の最後でやったよ、俺マジで扉閉めちゃったもん。なんかめっちゃ、いやごめん、僕がちょっとサボタージュ連打してればよかったな。いやごめん、先端に任せるべきだったね。いやーはちゃめちゃで楽しかったなー。あそこまで切るの見るとも終わったな、これ最速で負けたなと思ったら、コミュニケーションで一人ずつ死んでいく。なんかミステリー小説みたいな面白かった。最後尾の人が一人ずつ死んでいって、多分残り3人だったらリアクターすぐ鳴らしても勝てるよね、多分ね。ですよね、ドア閉める必要ないよ。いやリアクター、そうか、リアクターに行かざるを得なくって、でリアクターの十字路のところで待ち構えてれば、3人全員でリアクターに行ってドア閉めて、ドア閉めてで終了。はいはいはい、まあドア閉めなくてもいいのか、リアクター鳴らしちゃえば。いや、まあボタンまでかける時間は一応あるから。いや、でもあのリアクターに2人行け、村が行かなくちゃいけないのでっていう。いや、2人村が行って、あの戻ってくるまでの時間が30秒でできなくはない。ドア閉めで、はいはいはい、行けちゃうから絶対に3人盤面だと。か、あるいはそのリアクターの十字路で待ち構えてればまあまあいいのかなっていう、うん、ああでもそうか、十字路だとギリギリキルクルたまんないと思う。3人で行って解除して戻ってくる時間で30秒はあると思うから、ドアは閉めなきゃダメ。確かに、しかもカフェテリアの左から来るか下から来るか分かんないもんね。ドアそこら辺稼いでたまた。すごいですね、すごい試合だ。ちょっとだけすみません、時間ください。はい、なんだなんでコメントがこうなってるのかわかんない。僕はまあ、キルできたらよかったけど、まあ不可能だったね。右一人だったからね、最後。で、魚さんは、まあまあまあ、ドア閉めからのサボタージュは全然、普通だったら間に合うから、そう、あの、リスポーンする時間とかもあるから、まあ最適外はサボタージュだったけど、まあ全然悪くなかったし、で、なんだ僕の、いや、それね、完全に僕今日動画でも言ったけど、僕視点だったら確かに、魚さんが、あの、全部、あの、殺してるって分かってるから、黒っぽく見えるかもしれない。現に、砂溜めさんを連れてるから、で、結局最後、消去法だったじゃん。最後、僕に黒要素があったわけじゃなくて、それがね、議論中なんで魚さん全員やったの知ってるんですかって言われたら別だけど、消去法だったじゃん。結局、最後、オラフさんがボタンを押したから
アベレージ3視点は僕になるし、ホラス3視点はアベレージさんが死体発見したから白くなるしっていう話だから、うん、で、かつ僕が魚さん全部やったんじゃねっていう可能性を示唆したのはそれでそれを否定させるためでもあったんだよね。目的としては僕が先出しして、で現にアベレージさんはいやもしかしたら砂ザメさんがやったかもしれないですって誘導できたから、それは全然間違いじゃないって感じだね。なんかちょっとコメントがよく分かんなくなってたから一応ちょっと時間もらいました。福さんのあのボタン押しはもう真っ白でしたね。真っ白だ。ちょっと軽くパニクったんですけど、うん、絶対押さないよなって。いや押せるわってびっくりしました。福さんがナイスすぎた。えって。うん、絶対に追放して勝つっていう謎の信念持ってない限り。全員がえ押せたってなりました。そう押せたっていう、あー負け確だと思ったら、うん、ボタンが押されたって。俺最後の最後でもやっちまったこれマジで。いやまあめっちゃねコミュニケーションスタボでめっちゃ感動しててさ、やべこれすっげえキルできると思って。テンション上がります。てかそもそもなんか議論の使い方が先端さんがいい感じに魚さんのキルをごまかしてたような。じゃあ最初から守ってくれてたから、ね、うん、そう感じがしてたから村もそれに気づかないし、すごいいい試合でしたね今のは。その最後うんぬんにしてもね、うん、結果的にね砂ザメさんがなんか怪しい怪しいってなったしね、うん、良かった試合じゃないんでしょうか。面白かった、うん、面白かった。ミス多かったけどまあまあバタバタな感じがする。バタバタとしては面白かった、うん、そうね、うん、プロじゃないしね自分たちはね、そうそう、バタバタな珍道中な感じがする、ね、プロゲーマーじゃないからね、うん、プロじゃないし、まあ結構初心者も多いしね、自分も初心者だし、ね、うん、うんうん、まあ、結構ガチ期待されてるところはあるタグだと思うけどね、ここ、うん、ここっていうかこの周りの人たちは、まあ、議論とかは結構人狼性多いからガチかもしれないですね、うんうんうん、いやてか時間短い本当に。さすがに慣れてる人集まっても時間短かったらこんなもんよ、さすがに無理だった俺も、うん、まあ、だってこれでさ完璧に勝てたらつまらんからな、もう面白くないからゲームが別に、うんうんうん、そうミスがあるから面白いからね、うん、笑えるしね。いや笑えたなぁ、なんかさっきの試合めちゃくちゃ面白かったなぁ、なんかいや、笑っちゃったもん僕さ、もうさずっとキルしまくってもうコミュニケーションで毎回この天丼何回やるのって思いながら、ね、往復してたからさ。でもアベレージさんがマジでビビンバンわからん不明になってて、うん、息が荒くて思ったあでもなんかあれは逆になんかパッションの極まりであそこまで行くと白いかなと思ってなんか逃げたわ。あーパッションだったのか、だったな。じゃあ皆さんお着替えしちゃいますか。はいはい、そうですね。あの混乱パッションを人狼側でできたらすごいから、なんか、うん、いやパッション出せなかったな。だらせてもよかったっていうか、センターに任せてきゃよかったマジで。いやまあミスをミスというか、まあ次ね同じ場面に来た時に できるから、うん、それの多分積み重ねなんでこのゲーム、まあ出たばっかり。